でも携帯より動画は写真は iPhone の方が綺麗かもしれんけど、やっぱり GoPro と両方使ってる今。これはこっちにモニターがついてるシリーズで、こっちはついてないけど高画質。この人ね、これ妹から買われてきたんだって。自分のじゃない、これは自分の。だから比較のためにも YouTuber なのに自分のやつを。いや、そしたらなんと妹の方がほぼハイスペックだ。そうだ、まさかのねやっぱ GoPro すげえ。妹も YouTuber やってる？やってない、やってない、やってない。妹はなんかこれ初日の出用に買った、初日の出撮るために買ったっていう。すごい女子力高いよ、ね、妹社会人。妹はもうすぐ社会人。いや、もう追い抜かれる。あ、ほんま、もうそう。いや、確定してしまった。妹にも言われた。お兄ちゃん超えたよって。何歳呼ばれてる？名前は？サラシナホリっていうお蕎麦屋さん。全然外国人留学、外国人観光客連れて行くなら、麻布十番の方が雰囲気が。あ、雰囲気がザーみたいな。ザーって感じ。日本みたいな感じ。だけど、ゆっくり、やめて。うちの店繁盛してるのは社長の名前が。それだけ。変化ってピクセルにしてん。ああ、でもカメラってそれの方がいいか。カメラはこれがいいけど、動画はこれの方が綺麗だね。あ、そうなの。いや、これなんか暗所がめっちゃ強いだけで。何が強い？暗所。ああ、外とか撮ったらバッキバキに明るくしてる。サイド上げて。でもなんか自然なの iPhone。やば、なんかキッチーとシカゴで行った気がするんやんけど。行ったよね、確か。行った気がする。なんかめっちゃでかかったやつ。いや、俺らシカゴで近くに行った。食ったよ、確かあのシーハオの面接。シーハオとかピーターの。そう、牛角行ったの覚えてるんだけど。あ、それは行った、牛角は行った。完全に新鮮な。ブランディング大事やから。ブランディングやってるか。結構分析するレベル。え、だってアメリカ留学の時の友達です。僕は違います。いや、大体そうや、大体そうや。高校からの友達。あ、そうやね。桃色クローバー Z を歌ってた友達です。めっちゃ懐かしい。今では靴おじさん。あ、ダメ。カットカット。誕生日おめでとうございます。ああ、まだまだです。怖いから。もうすぐ。あれ、誕生日数時間全然先。まだまだ。ごめん、一緒にしようっていう意味ではなくて。一応聞いとこうで。前さ、神田で飲んだやん、あの2回。正解のある。久しぶりです。あ、これ上がる。台湾の動画だいぶ伸びてましたよ。1000人ぐらい見てた。この前来てくれて。もう一人友達。誰？ワクワクしないです。楽しかったです。乾杯です。お疲れです。まさか東京来るとは思わんかったけど。ギリギリで決まって。失礼失礼。もう今日家入れないから。乾杯。乾杯。元気、元気です、相変わらず。キッチンの横どうぞ。おめでとうございます。じゃあこれゆかので。ゆかので。あと3時間おめでとう。2時間50分。キッチンのと、じゃあこれ同じの2つ、もう1個違うのする？別のしようか。別の。ね、味は、味を楽しむ。5番か4番かな。 NEIPA。 確かに八角ピロー。あー、八角ピロー。オーニーライン。好きじゃない。5番は。あ、じゃあ5番じゃない、4番。すいません、4番の M でお願いします。いや、昨日は会おうって言ってたの。でも私が振っちゃった。誰と？そうそう。え？なんなんそれ、聞いてないな。許されへんねんけど。え、気まずいやつ、気まずいやつ、気まずいやつ。なんならキッチン。気まずいやつ。ちょっと誘われ。それで、大丈夫です。違う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 。聞いてる。うん。うん、でも何やろね、唐揚げめっちゃうまかった。近所のあれ美味しかったね。だからソワッチが行ったあのお店とめっちゃ近いとこゆか行って。あ、ほんまに。でも2人とも鴨肉にはたどり着けんかった。
ちょうど閉まってて、その日2人とも、まさかっていうね。トーファーはあまり好みじゃなかった。そうあれはしかもごめん、他のトーファーよりあんま美味しくなかった。なんかでも他の人に聞いたらやっぱトーファー甘いって言われた。これめっちゃ豆腐929人分がある。うん、すごい。ちょっと負けてある。でも、今回やから。俺今、89。新しいやつ。これフォローしてるよ。フォローしてる。フォローしてる。また新しいのにしたそう。靴アカウント作った。イギリス人のなんか有名な人はナンパ。イギリス人の有名な人に先にあのリツイートみたいなしてもらった。増えるね。YouTube の紹介してくれます。そう。でも YouTube なんかいっぱい撮って現地で、でなんか6本分撮れたって言って日本しか上がってない。いや、ちゃうねん。ちゃうねん。あれはね、ちょっとあのペースを考えてんねん。あの俺の靴アカウントの動画もそれだけで紹介するとあれやから、前半ゆかったし。前半ゆか映して途中から。こっち行くみたいな。これが靴アカウントです。ゆかの友達の靴アカウントっていう流れで、おすすめの。いや違う、ゆかのが動画がバズりすぎてバーンっていってん。だから毎日とか毎週上げてたら、もったいない。まあ正直もったいない。使えるネタはあの小出しにしないとっていうのと。旧正月とかみんな暇な時の方にコロコロってメインをつけよう。そう25ぐらいだからその時にはぜひあの靴アカウントバーターでつけたい。わかりました。そうだね、彼のもね。そうだね、あ、彼も出てるわ。いや出てるもんね、もうあげたでしょ。今日はあのお蕎麦屋さん行ってきて、お昼お蕎麦食べて、今は日本橋にいらっしゃって。何やるんですか。え、それ台湾の子。そう、しんのすけ。あ、なんか録画されてるよ。なんかタイムラプス撮ってたよ。これなんか音声入ってないっていう、ほんまか嘘かわからん。こっち音声入ってると思う。タイムラプスが入ってないだけ。さっき音声入ってないって言われたね。タイムラプスは入ってない。だから俺あることないこといっぱい話してる。やめて。やばいよ、いっぱい握られちゃうよ。しかも結構があの画角広いからさ、すごい入るんやけど。妹いいカメラ持ってるよね。妹のクオリティ超えてきてる。 K を超えてきてる。リサちゃん全然写真ない。写真ないな。でもさ、カメラ向けられたらさ、結構ビブらへん。え、どれこれどれ。これちゃうかな、この子。この子ちょっとね、この子最後に秘めてました。通りもんです。ごめんね、ごめんね、みんな一個で。通りもん温めるのが美味しい。あ、そうなんだ。温めて。あ、え、いいの、そんなことしちゃって。これ追い出しちゃって。なんか電子レンジでちょっとチンして。嬉しい。いいね、ありがとう。ありがとう。あの時のシンガポールのお土産と、うん、日本のあのお土産、もう本当ありがたかった。ありがたくて。ごめんね、こんなもんで。全然、超嬉しい。また今度、荷物の余裕がある時もっと持ってきますんで。これ、シャツ持ってもらってる人も、結構連絡してもさ、高いさ。あと1万ぐらい。これ1個俺に取っとこう。あの日本橋やし、あと新宿行ってたんで最近オーダーするから。めっちゃ仲いい。めちゃめちゃキラキラしたメッセージ。消えた。これはスーツ？スーツさん。もしそれでもさ、若い人です。若いさ、こういう職人さんってめっちゃいい。めっちゃいい。まあいいね。なんか嫉妬するね。ナンバーワン。こっちちょっと飲んでもいい。まあいいよ、もちろん。見比べない。なんかインスタとか。ああ。
食べ終わった草かんごすぐ終わるやつこれめっちゃ美味しい。ちょっと待って、猫は紹介してもらって全然いい。全然転がんない。なんかずっとそう、ずっと取らされてる。もう1時間ぐらい前に後でアルバイト代もらうからいいよ。猫はこれ消えるのごめんよ、猫はもうまた台湾来てね。でも1ヶ月ぶりじゃない。いや俺本当はベトナム行きたかったけど忙しいと思う。ベトナム来る予定やって。あ、マジで来る予定やけどね、行けたな。クリスマス、あれやな、あれもなんか聞いてない。仕事仕事聞いてない。いや仕事やからさすがに行ったら会えやら。でも毎晩めっちゃ暇で一人でずっとレストラン行って夜ご飯食べてて、あらららバカだね。めっちゃ楽しかった。楽しいだけ来ました。フォロワー1575強いな。フォロワーしか考えてないやん。フォロワーおじさん今じゃあパンツを坂本龍馬にありがとうございます。それ買ったらいいね。6年前。笑いお店多いもん。この前台湾ありがとうございました。どういたしまして。いやもう台湾はなかなか来てくれないから。僕が伝えたい。地獄としか表現しようがなかったですよ。でしょうね。もんでもんでもんで。私も台湾行くんで。今年行きますか。多分。はい。一番すごい。うちあの鹿肉使ったスフレコで一緒に行きます。ピピピー使えるとこ減りました。そうね、でも留年したから私はちょっとやめてほしい。マジで半年半年1年で伸ばさんといてよ。どうでもいいよみたいな。そばは癖の強い食材とか鴨肉とか。そば自体がシンプルおしゃれ。なんか顔変わった？一緒？なんか毎日一緒一緒一緒。ちょっとさ、この前さ渋谷のウォーキングビデオ見たら。なんだそれ。なんか GPA の話してんの俺ら。GPA を個別で算出してほしいわーみたいな。でもここ良かったね、雰囲気も。何食べたかマジで。なんか刺身系、なんかメニューがめっちゃあって、違う、あ、量がめっちゃあって。あの時上野にさ行った日じゃない。あ、かな。山手線乗って帰るわ。違う違う、別の日別の日。あれはこっちや。あれはこっちや。ここは3人で、なんか俺が結婚式の帰りかなんかに来てスーツ着てた。結婚式の前か。千葉スペシャルで靴磨いてもらったの。そうそうそう。今日も磨いてもらおうと思ってん。キッチンに会う前やから。あ、キッチンって言っちゃダメや。カップ。いや、いいよ。あの、俺の靴アカウントを顔とちょっとつなげなければ。そっかそっかそっか。違う日にアップロード。ずっと私とキッチンが仲良しっていうだけの。でも、席的にしゃあない。そう。その後、わさびめっちゃ入れてお茶漬けにカラッしてた。ちょっと待って私もこれ全然覚えてない。これアルバイト代もらっていいよね。私めっちゃ悪いね。家止めてあげてさ。めっちゃ悪いね。こういう風に撮ってて。でもパパラッチって言えば響きはいいかもしれないけど、もうここまで来るとストーカー。いや本当ほんとほんまにそうなんですね。もう病気。でも10年後にみんなに役に立たれる。確かに確かに。え、ちょっと今も分からせん。今はちょっとなんか出てきてんけど。でっかいやつ。どっちの方がきついから。この、はい、これ、ね、変態っぽいよね。ちょっと変態っぽい。なんで変態っぽいの。いや、これ可愛いやん。これちょっとあんまやらしいやん。いやいやいや、何も言ってない。なんで変態っぽいの。いや、なんかちょっとやらしいやん。具体的に。いや、なんかこの足が。足が。何言ってるかちょっとよく分からへんみたいな。この顔撮ってよ。こっちの顔撮ってよ。俺いらんから。ありがとう。いやでもゆかずっとこれで撮ってたもん。やばい。台湾でずっとこれ撮ってた。すごいだいぶ忍耐力。中覗いて中以上。あ、これピアノ。こう以上顔動。もう撮れてる。GoPro、あ、ついてるやん。え、あれ、時間差ある？ない、あ、てかモニター壊れてんのよ。買い替えないといけない。そうそうそう、ちょっと離れないといけないけど。かわいいやつ、かわいいやつ。何これ？何これ？
あ、もう押してたら大丈夫やで、もう一回押して、長押し。何これ、取れてる、出して、こっち取って、こっち取れてる、あ、取れてない、取れてない、え、結構長押ししなあかんの？どこ見たらいいえ、結構長押ししなあかん？あ、違う、ごめん、俺が難しい設定にしてる。どういう取り方したらいいの？今これついてるから半押しでオートフォーカスが合う。半押し、うん、半押しだけ、うん、で OK、 それで OK、 半押しだけでいい、押さんでいい、半押ししたらもう、てかもう始まってるから半押しで動画？当たり前やん、俺写真撮ってないから。あ、写真撮ろうとしてた、あ、そうお、お、撮れてる撮れてる、いいよ、ごめんね、中でしか見えんから、ね、見れないんですよライカライカライカ、ね、昔のカメラと一緒、現像するまで見れないんですよこれは。あの今俺やったのは背景にぼかしたあの8つのビールのメニューが入ってる感じ、うん、東京カルリュー割りこれなんなん。アクション、え、今の彼女とも結婚できる？できるね、結婚する、来月かな、来月かな、感動するだけの楽しみ、そうだね、え、決めてます、決めてます、ストイックやね、そうですね、この生活リズムが、ストイック同士で生活するのが気も合うし、良いなと思って、じゃあ、プロポーズ早かったら、今年の彼女の誕生日7月、もうやん、もうやん、もうじゃないけど、もうやん、もうやん、早ければ全然今1月でしょ、うん、あと4、5早ければ、え、ちょっと会っとかないと先にねチェック当たり前やん、それ当たり前やん、でも割と客観的に言っても欲しい、いやー、これは結婚式に使います、ブリオーニのスーツを買う、ネイビーのスーツショッピングカートに入れました、似合いそう、似合いますよ、絶対似合わへんや、いやいや似合う男になるんだよ、おー深い、今あのほらもう行こうとしてへんもん、行こうとしてへんもん、登録した、あ、メールアドレス登録済み、次はクレジットカード情報、無料無料、やばいやばいやばい、お母さん国際宅配料まで無料無料やろ、無料や、ほら送料無料、それ72万の通知無料やろ、普通お買い得よ、お買い得、お買い得、買い得ちゃん、72万のスーツ買います、え、じゃあそれだ、え、これ72万のスーツ買ったって言ってタイトルに書いたらもうフォロワーほんまにめっちゃ増える、そんなことできんだ、ヒカキンとか一部の大物だけなんだ、めっちゃ増える、ステップアップステップアップ、台湾の方に送ってもらえない、刺激刺激んじゃねえよ、刺激んじゃねえ、それでほら、それいい、新しいアカウント、ブリオーニですよ煽れる、うん、もう面接の前から煽れる、これはあの本当に、あ、でも、あの、でもまあ世界中のセレブの方たちが来てらっしゃる、セレブが来てるんだ、ブリオーニ、まあ、面接官を圧倒できるんだからいいよ、これ行こうよ、俺入らんやん、まず入れよ、50にしたからマックス、それぐらいだと今オーダーメイド作ればいいおいおい、70万で普通にあの、うん、イギリスのいいやつ作れる、マジで作れるかも、ダサンは絶対、まあでもいいじゃん、買っといてそれに入る30万目指せばいいじゃん、そっか、買って目指すんでしょ、いやいかんわえ、でもほんまにいいの買ったほうがいい、芸人だってよく言うやん、そうね、家賃高いとこ住んだら売れるみたいな、安いとこに行ったらそこのレベルで終わるみたいな、無理していいものを知らない、めっちゃ高いパーカーとスニーカー買ったら、あー、スプリーム
そっち？何に匂った？何に匂った？違う違う違う。俺今日何着てるかなって思った。ニュービデオ。それ何自撮りしてるってこと？自撮りマン T シャツ。代々木公園走ってる俳優さんが。これ何？そうだ。あ、高田翔太郎？何してんの？ビデオオンにして早く出ろや、おいこら早く来いって言ってビデオ通話にしてビデオ通話にして誰かって言えばいい誰？あ、来た久しぶり今どこに？神田駅、東京駅の近く。徒歩2分ぐらいよ。早く来い。めっちゃ会社っぽい雰囲気。早く来い。わかる、俺より来い。あ、近いよ。早く来いよ。近いよ。神田、神田。山手線すぐ。神田来い、神田。神田です。まだまだいる。神田にいる。神田駅。ここから歩いて帰れるからまだまだいる。何時までいる？何時まで？まあ12時。2時間はいる。2時間はあれだけど、集団で帰れるんだね。あ、帰れる帰れる。俺らも帰る予定。キッチーが明日誕生日やね。カウントダウンしな。そうよ、ケースプリーは足つい。俺そっくりって言われてる。住所送るね。ケースプリー失礼は、ケース失礼。誰も幸せじゃない。はい、住所送って早くって言われた。いや俺、あいつ誘ってんねん、今日。誰？え、高田翔太郎知らんの？翔太郎知らんの？みんな知らんの？あの、私、リンゴっ子じゃない。あ、リンゴっ子じゃないか。あかんわ。誰？リンゴっ子そこやねん。お前、翔太郎知らんの？いつショータイムの高田翔太郎知らんの？俺らの世代で一番のトップやねん。What time is it now? It's showtime! お前待ってるから。俺より濃いやつ。俺、同期じゃないのに知ってんねんけど。俺より濃い。リンゴに会った。リンゴに会った。リンゴに会わへんわ、俺。この辺でばったり会って。やばい。ごめん。なんて名前やっけ？ガジアーノ、あのブランド本体にも紹介された。おお、すごいな。もうこれはもうプロパーと。確かに俺に似てる。それは本当。俺にめっちゃ似てる。どこだ？どうする？有名人。まあ、あと3ヶ月あなたがあの PWC のアカウントに乗るみたいな乗るな、それは乗れるな、それは乗れる。でもプロパーじゃないから。すごいし、でもすごいと思う、すごい。もうなんでフォロワー増えへんの？まあまあいっぱいし、でもこれは、いやいや、でもゆっくりやで。これは難しい、これは難しい。なんでかっていうと、うん、このブランドのアカウントのこれストーリーって難しくて、こっからストーリーはむずいよ。そう、こっからこのアカウント行きたいと思うやん、うん、でこれ押すやん。そしたらまずこのデコマンに行かな。それもう一回押すんだ。デコマン行って、デコマンの見てから飛ぶのが多いんや。これで俺のやつようやく来れるから。なかなか難しいな。難しいな。練習するってわけじゃん。来た。でももう俺の時代来てるわ。すごい。でこれをインスタでまず上げる。あ、制限かけてる。Twitter の制限時間を超えてる。そう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 。でも気にしない。気にしない。今日は無視でした。そうそうそう。あのね、あのインスタアカウント、インスタすごくて、うん、あの靴あげるとめっちゃみんないいねしてくれるっていう、このマッチポンプみたいな感じで、お互いのお互いのフォト多いんですよ。いいと思う。次。うん。でこれね、ガジアの今紹介されて4番飲んで 4.5% でももうちょっと軽く、もう言ってる前に1000人、次会うときは1000人フォロー。ティッキーのまま好きじゃなかった。そしたらもう1000人フォロー朝まで。明日は、明日は無理。あ、3番にしようかな。3番の M がいいんじゃない。お願いします。でもなんか喜ばしいよな、大物イメージは。あの、みんなでバンコク行こう。行きたい。行きたい。え、バンコクじゃなくて。行く？いつ行く？誰と行く？みんなチーム、ショーン。カイトがね、バンコク行くからさ。あ、そうだ。カイト会いたいね。カイト、お仕事。3番で。ありがとうございます。
まだ言ったらパッパッと、いや、大丈夫と韓国に転勤。そうなんや、仕事。何してんの？先生教師の。お仕事。あ、そう、お仕事。今はいろいろ掛け持ちしてて、大学院生やってて、それが終わるから、バンコク。韓国って一緒に。8月の夏休み取れたから、空港も。まあ、なんか3、4人ぐらい。行きたい。どう？行きたい。寝るな。はい。席変わろか。変わろか。わかるやろ。席変わる。毎回床の横キッチンやね。席変わっとく。確かに毎回。俺イライラして、あ、ごめん、イライラした。イライラした。しゃあない。居心地の良さ。居心地めっちゃいい。俺の横一回もこんからね。真ん中座って、俺ちょっとお手洗い。俺こっち行こうかな。床にバンコク行こうって言われて、似合ってへん男が。そう、行くやんな。行く行く。当たり前やん。それ行く。俺もベトナム行こうとだいぶギリ悩んで、なんか小やんかった、小やんかったビッチされた。あれね、行ってたら多分、K また来てるみたいに思われてもね。新之助くんとめっちゃ盛り上がっててさ、3人で遊ぼうねって言ってたのにさ、 K 小やんかった。新之助ともでも会ってない。あ、そうなん、あ、そうなんや。なんか9時まで仕事って言われて、了解、あの両方忙しかった。めっちゃ眠かった。あいつも彼女おるから。まあまあまあ、ベトナムクリスマスイブイブから28まで行った。コンタクトは取ってたけど、そうそうそう、で会おうって言ってて、でもなんか私その時50億とかで研修準備してて、9時に終わるって言われて、9時半にビニールバー集合って言われて、それはしんどいわ。それは無理やわ。静かに、あれは静かに、なんかお茶みたいな味でした。飲んでみる。なんか気のせい。苦味がお茶っぽい、緑茶の苦味っぽい。じゃあいただきます。美味しい。このゆかのオーラを持って緊張せへんよ。いつからそんなキャラだった私。謎やねんけど。いや、そんなことない。確かにお茶みたい。お茶みたいやね。何茶？シーって言うの？なんだろう、緑茶ではない、うん、ほうじ茶、うん、ほうじ茶かな。スタバのほうじ茶ラテなし。これ3番ほうじ茶。3番がほうじ茶。スタバのほうじ茶、ほうじ茶ランビックじゃなくて、ほうじ茶ランビック以外のほうじ茶にアルコール突っ込んだって言われるときに、私はそうか思って。そうか、スタバのほうじ茶ラテ。いや、それはね、言い過ぎです。俺スタバ、あのめちゃくちゃ信者で、あのほんまにほうじ茶クリームラテ出てる。スタバで、あの 50個買ったらモレスキンのノートもらえるって。俺50個買った。嘘やん。私これやろっかなって思ったけど、アホ。これやるアホおらんやんと思うやん。あの 50個買ってモレスキンのノートもらえる。モレスキのために3ヶ月とかでさ、2ヶ月か。モレスキのこのために1万ちょっと使わなくて、2万5000円で、俺最後の方マジで後輩に、あのスタバおごるおじさんになってて、ちょっと行こうみんなって言って、3人ぐらい連れて、あのもう好きなの頼んでって言って、あ、僕のアプリでお願いします。一緒に1個買えば1ドリンクで1スターやから。10杯いや、スタバ好きやし、モレスキン好きやから。え、モレスキンにさ、スタバのさ、ロゴとか入ってた。そうなの、入ってんの。そうなのよ、お嬢さん。え、これ帯じゃない。あー、そうなのよ、お嬢さん。しかもこの帯がスタバの色なのよ、お嬢さん。確かに。でもこれ来るの待ちきれずに、新しいモレスキンを買う。そう、俺スタバ本当好きで、あの上海であのスターバックスロースタリーも行った。おー、行ったの。これ中目黒にもあるんですけどね。あ、シアトルで行った。アジアは上海が一番大きい。シアトルで行った。1号店。
や1号店も別にロースタリーがある。あ、そうなの、うん、コーヒー豆入ってた袋で作ったジャケットかっこいい買わんかったよさすがに。でもこれは弟くん猿、鳥やから鳥、猿、ね、猿、鳥、犬。あ、そういうことね。俺早生まれやから犬年や。犬年、犬年で、猿、鳥、犬、鳥、猿。1位が私の1個上にいられる時間3ヶ月しかないからえ、4月26歳なの。そうもないです。私が20日生まれるのが早かったら同じ学年よ。そうか、じゃあ学年の中で一番早くに生まれてきた人や。早めの人、一番賢い、一番賢い人。あ、確かに、あのまだクラスがわちゃわちゃしてる時にもう来ちゃったみたいな。ゴールデンウィーク、どこがいい、どこ行こっか。もうこれ音禁止、タイムラプス。嘘やん、タイムラプスの動画じゃないよ。音禁止、音禁止。まあ25歳ももう今日で終わりやからな。もうちょい国内で楽しいとこ行きたい。あ、金沢とかは行ったか。あ、金沢行くで、2月。誰と？彼女と。翔子？翔子？翔子？もう全部男、ここダメよ。男の子まで行くよ、なんで男でそんなに旅行するの？金沢めっちゃ楽しい。はい、なんか、あ、ありがとうございました。なんで？え、いや、おすすめしてくれました。あ、ほんと？めっちゃ4分前ですよ。進んでないよ。進んでただけですよ。乾杯です。どうぞ。何それ、そっとくわ。あ、すごい、ちゃんとさ、ここに置いておいたつもりがちゃんと取って。この人ね、YouTuber だから動画動画撮られちゃう。動画撮られちゃう、やらしいな。やらしいよね、やらしいね、本当にそう。なんで関西弁喋る。え、関西出身。関西出身ちゃうよ。関西出身やん。絶対ここみんな関西人。関西の YouTuber。YouTuber じゃない。練習。練習。あ、ね、俺ら YouTube やってないから。やってないんかい。YouTube ってのこれ。みんなアメリカ留学してた。マジ？アメリカ留学人。アメリカ人でしょ。関西人やん。関西生まれのアメリカ人。ああ、そういうことや。うまい。で、関西、関西、関西、三人関西。アメリカのどこですか？ミネソタ州。おお。やばい、誰が近い？コロラド。イリノイ。デンバー。デンバー。イリノイ。インディアナ。ワシントン。ワシントン。おい。誰が一番近い？俺ら。俺デンバー、デンバー、デンバー、デンバー。違うでしょ。インディアナでしょ。いやいやいや、デンバーでしょ。いや、一番近いのはイリノイ。イリノイ。お前や。お前って何？え、ミネソタ？ミネソタです。イリノイとデンバーのちょっと北、デンバーの北はイリノイの西。いや、実は危ういな。いや、合ってる。俺ね、チリはめっちゃ強いから。ミネソタの卵売りとかあったじゃんか。知らないんだから。戦後あたりに流行った曲だよ。だから老人はそこ。ニアスカゴ。え、でもなんか、I think Japanese people are proud of Minnesota, but I don't know. Yeah, they've heard it. Don't know where it is. That's all I'm saying. 知ってるけど、聞いたことある。そう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 。Exactly. But never heard. That's the point. Never heard of those. 深くは知らないよ。My brother, my brother. This is my brother. Yeah, お前連絡押せんだよ。めっちゃペラペラやったよ。めちゃペラペラ。広島弁もいけるよ。めっちゃうまいやんか。日本語うまい、日本語上手。これ HSP やから。こいつ HSP。一応 HSP やから。そうじゃけ。愛媛やったっけ。愛媛。ほら、広島やから。もう島の見解で尾道渡ったんや。尾道渡ったんや。ちゃんと分かってる。広島の尾道。よろしく。いやいや、my friends。
マイフレマイフレンズ笑った。お前より日本語上手いから。はい。明日誕生日だからキッチーが。あと1時間あと1時間あと1時間。あと1時間待とう。だからね、飲もうって話よ。お前を呼ばないで何してんの？なる瞬間はショータイム。はい、待ってください。あ、始めました。政治家か？政治家？もうすぐ広島知事。なんでゆかにだけ自己紹介してる？ビールなら何でもいい。6.8。あんま強くないのがいい。じゃあ6.8のあの1番の M を1番 M で。これあれ？いやいや後で。いやいやごめんな連絡しなくて。じゃあ俺が遅かった。なんで東京いんの？俺もや。強い。今日だよ。なんか来た。プレゼントが来た。この店おもろ。神田そうか。神田おもろい。暑いね。お願いします。広島から出てきた営業マン。今度都議会に出る人たちか。めっちゃ怖い。あ、ごめん、ちょっと営業としたね。ゆかのマフラー。マジでダメよ。お前怒るよ。ありがとう。ごめんね。ゆかは俺が今は言ってた俺のベストフレンドね。ずっと聞いてたんですよ。見たことあるから。見たことあるんだ。そう、さっき会ってみたいと思ったから。即飛んできた。家で寝てたのに飛んできた。よろしく。仕事して何ですか？仕事トラフォンで。やっぱ最初そば触るまでめちゃめちゃ近かったそうです。いやもううちの場合は1日500人前とか作ったりするんで。うわ人がもう来い早くお前らいろいろやってからお前ら耳つけろ。ダメだったらお前出てけみたいな。うわい言葉使いはあるでしょ。まあでも優しい先輩ですけど、その言葉の裏からじゃあ君は今日こっちやろうかって。その言葉の裏にはもうここいいよみたいな。あそういう裏があるっていうね。今の使えない。それっておばさん入ったやつ。いやそのまま全部ね鵜呑みにしても、ね、あんまり聞いてない。今の話じゃなくて見たら出なきゃみたいなことは言えないからね。そのことは分かりやすいんだけどな。今のやってるけど今は宮本さんチームで広島から今日来たんですか？いや違う今はパパ活女子大生の場ですね。いいよ今日はいいよ今日はいいよ。声が裏返ってる。いいんですか？いいよごちそうさまです。いいよありがとうございます。ブラックカードでお願いします。ごちそうさまです。いやだってキッチンに1回出してもらったから。絶対また行きましょう。絶対行かねえやつ。絶対また行きましょう。この後今度ネクタイね。どういうことやどういうことや。はい。ファイナリー会えて嬉しい。そうついね日本語に訳すタイプ。ちょっと30分前まで聞いたことなかった。なんでやねん。俺知っとったぞ。誰ショータイム誰。でもこの30分の間会いたくなったでしょ。会いたくなった。あらいい人だ。無理やり言わす。これが魔法。私リンゴっ子じゃないから。そっかそっか。リンゴがいっぱいすぎてちょっと習うの大変。そうね多すぎや。これを覚えてもらう。じゃあいつショータイムのショータロン。いえおいや。だからこれでちゃんと覚えてもらわないと次ね会った時また何でしょって。イエスあってこれ飲んでいい。なんでそんなことするの。会社員だから。私、父親の不動産。